約束の律者の力に対する対抗実験。はい、スパルタクスシステムを観察した時に気づきました。そのシステムの原理は、二つの同じ力を利用し相殺すること。その通りだが、なぜ全文明の記録にあった約束の律者の話になるんだい？実はかなり前からオットー様にはある推測がありました。律者が進化を続け、力もどんどん強くなる中で、その性質にも変化が生まれるのではないかと。簡単な自然現象から徐々に力場という概念に近い力に変わる、そう言いたいのかい？はい、力場は自然現象よりもできることが増えますが、理論上波動力学を通して相殺できます。簡単に言うと、1プラス1イコール2と1プラスマイナス1イコール0の違いだね。ええ、あくまで一つの推測ですが。では質問だが、それは約束の律者の力に対する対抗実験を提案してくれたことと何のつながりがあるんだい？まさか、オットはもう約束の律者の力を手に入れたのか？どうやって？彼は一体？それは、その…ああ、すまない。一気に質問しすぎたね。テレサさん、琥珀さんの提案に対して何か意見は？おじい様の切り札について、私たちには情報が少なすぎる。過去に虚空板書を使って制約の十字架を擬態したこともあるから、確かに対策が必要だわ。結論から話すと、琥珀が提案した実験を真剣に捉えるべきだと思う。特に私自身もね。ですがテレサ様、約束の律者の力はお体に大きな副作用を生じさせます。実験は他の人に代わってもらった方が。心配ないわ、琥珀。第二次崩壊の時から心音結界を掌握する訓練をたくさんしてきたもの。それにシミュレーションというだけなら、神の鍵の大霊定格出力を完全解放させる必要はないわ。何かいい方法でも思いついたのかい？実験に関して、私は制約の十字架の2本の鎖を同時に扱えるから、波動の状態が異なる約束の力を放つことができるはず。そうすれば多くのデータを有する状況で比較、類推、最終的に役立てられる結論を出せると思うわ。うん、確かにいい案だと思う。では実験の準備とデータの分析は博士に頼むわね。問題ないさ。だが今からこういう実験を行うとなると、ハイペリオンにあるものだと少し物足りないかもしれない。できるだけ集めてくるわ。後半はテスラ博士に渡すといい。彼女なら理解してくれるはずだ。それと長光さんも呼んでくるといい。こういう挑戦的な実験は人手が多いに越したことはない。わかった、すぐに向かうわ。あ、そうだ、琥珀さん。はい。
提案してくれてありがとう。さあ、クワク、急ぎましょう。はい、テレサ様。